どうも、まさやんです。さあ、今日も早速参りましょう。アニメでーす。古文、若紫編、最愛の人。ということで、今回は源氏物語の若紫。こちらのあらすじをアニメで解説していきたいと思います。源氏は自分の熱病の治療のために、北山にあるお寺に家事祈祷をしてもらうために出かけていきます。この家事祈祷っていうのはね、病気を早く治してもらうためにお祓いをしてもらうっていうことだね。当時は早く治りますようにっていう風な感じで、尊いお坊さんにね、お祓いをしてもらってたんだね。で、その日の夕暮れに、なんかあの地域に女性が住んでるよっていう話を源氏が聞いたんで、お、本当に、じゃあちょっと見に行ってみようかなっていうことで、その家の前まで行って垣間見をするんだね。この垣間見っていうのは、垣根の隙間から家の中を覗き見ることで、当時の女性たちはなかなかね、男性に姿を見せてくれなかったんだよ。だけど、どうしても女性の姿を見たいっていう男性たちが、女性にバレないようにそっと垣根の隙間から家の中を覗くんだね。さあ、そうやって源氏が覗いてみると、持ち運びのできる小さな仏様を机の上に乗せてお経を読んでいる尼さんがいたの。よく見てみると、すだれを少し上げていて、仏様に花をお供えしてたんだって。で、その様子を見た源氏は、なんかこの尼さん調子が悪そうだな、でもまあ普通の身分じゃなさそうだな、多分高貴な人なんだろうな、年齢はだいたい40歳過ぎぐらいかな、色白で痩せてるけど、まあまあ顔つきはね、ふっくらしていて、髪の毛が綺麗に切り揃えられてるな、なんていう風に尼さんのことを見て評価してんだね。で、再び家の中に目を向けてみると、小綺麗な年配の女性が2人と子供たちが出入りしてたんだって。その中に10歳くらいの少女が走ってたんだけど、この子はね、他の子供たちとは全く別人だったんだって。もうね、めちゃめちゃ可愛くて、あ、この子は大人になったら絶対綺麗な子になるだろうなっていう風に思わせるような顔立ちだったんだって。はい、実はこの子が今作のヒロイン、若紫なんだね。その子の髪型っていうのは、扇を広げたようにゆらゆらとしていて、顔は涙を含んでこすったのかな、ちょっと赤かったんだって。そしたら天君が、なんで泣いてるの、子供たちと喧嘩でもしたのっていう風に聞いてくるんだね。で、その時にふと上げた顔っていうのが、その可愛い女の子と似てたんだって。だから源氏は、あ、おそらくこの子はそこの天君さんの子供なんだろうなっていう風に思ったんだね。そうするとその女の子が、一緒にいた犬木がスズメの子を逃がしちゃったの、伏せ子の中に入れておいたのにっていう残念で悲しそうな顔をしてたんだって。で、それを見た横にいる女房が、まったくいつものうっかり者は、スズメの子はどこへ行っちゃったんでしょうね、最近だんだん可愛らしくなってたのに、カラスなんかに見つかっちゃったら大変ですわっていう風に言ってるらしいんだね。で、一方でその様子を見ていた天君は、もうこの子は本当に幼いんだから、私の命が今日か明日にも尽きてしまうかもしれないっていうのに、スズメを追いかけてるなんてね、本当に、しかも生き物を捕まえるっていうことは仏様からの罰を受けるような罪なのよっていうふうにいつも言い聞かせてんのにっていうふうに言うと、さあこっちへいらっしゃいっていうふうに言って、少女を横に座らせんだね。で、それを見ていた源氏は、女の子の顔つきや眉の様子や髪をかき上げる様子、そして髪の毛の生え具合も全部可愛らしいなと思って、ああ、これはこの子の成長していく様子を見届けたいものだなぁなんていうふうに思いながらじっと見てんだね。でさ、ここだけ聞くと、なんか源氏って幼い子を見て可愛いとか成長を見届けたいとか言って気持ち悪、ロリコンかよっていうふうに思ってしまいそうなんだけど、実はね、そこまで強く惹かれるにはちゃんとした理由があったんだよ。源氏には桐壺の皇位っていうお母さんがいたんだけど、源氏がね、幼い頃に早くに亡くなっちゃうんだね。その原因っていうのが、帝に愛されすぎたがゆえ、他の女性たちから嫉妬されて精神的に弱っちゃうんだね。まあこの話に関しては、はい、こちらの動画、アニメで古文、
源氏物語切り壺あらすじまとめっていう風な作品を作ってるので、よかったらねそっちも見てみてください。でその後帝は新たな妻として藤壺っていうね、源氏よりも5歳年上の女性を妻として迎えるんだけど、その藤壺が亡き切り壺の行為にめちゃくちゃそっくりだったんだね。源氏はその新しい母である藤壺にとっても懐いて親しく接するようになり、理想の女性としてね、恋心まで抱き始めるんだね。まあでもさ、5歳年上の女性だから多少そういったね、恋心を抱くっていうのもわからなくはないよね。で、そんな思いの中見つけた若紫さん、彼女が藤壺とよく似てたんだって。だから自然と心惹かれて藤壺のことを思い出しながら涙まで流すっていうシーンがね、ここでは描かれてんだよ。ちなみにこのよく似た藤壺と若紫の関係性って、おばと姪の関係なの。藤壺がおばで若紫が姪っ子ね。実はこの二人年齢もそんなに離れてなくて、だいたいね13歳差ぐらいだった。さあ話に戻りましょう。天君は若紫の髪の毛を溶かしながら、こうやって髪の毛を溶かすことを嫌がるけれども、本当にあなたの髪は綺麗ね。でもね、私はあなたの頼りなさが不安なのよ。あなたくらいの年齢になれば、もっとね、こんなに幼稚じゃない子だっているのよ。亡くなってしまったあなたのお母さんは、10歳くらいの時にお父様に先立たれてしまったけれども、でもね、その頃はもうしっかりと物事の分別がついてたのよ。もし今私があなたを残して死んでしまったら、どうやって暮らしていくつもりなの？なんていうふうに言いながら泣く姿を見てると、源氏自身もなんとなく悲しく思っちゃうんだね。若紫も幼稚だとは言われてたんだけど、さすがにそういった場面になると、神妙な面持ちになって天君をじっと見つめてんだね。そこでも源氏は、あのうつむいている表情に垂れている髪の毛も艶があって美しいなぁなんていうふうに思いながら見てんだね。はい、すると天君がこんな和歌を読みます。おいたたん、ありかも知らぬ若草を、おくらすつゆぞ、きえん空なき。はい、それを聞いたそこに座っていた女房が今度は、本当にそうですわっていうふうに言って涙ぐんで、初草の追いゆく末も知らぬ間に、いかでかつゆの起源とすらんっていう感じで、お互いが和歌を読み合うんだね。そうするとそこの場所に天君のお兄さんである僧侶がやってきてね、おいおい、ここは外から丸見えなんじゃないですか、しかも今日に限って端っこにいるんですね。何やら今日は光源氏様が熱病の治療にいらっしゃってるらしいですよ。お忍びでいらしたということだったので、私ここにおりながら全く知らず、お見舞いにも伺いませんでしたよ、なんていうふうに話してんだね。そうするとそこにいた女性たちは、あら大変、こんな見苦しい様子を見られちゃったかしらって言って、すだれをさっと下ろしちゃうんだね。さっきも言ったようにさ、女性たちは男性に姿を見られるっていうのがありえない時代だったからね。お兄さんの僧侶も、世間で評判になっていらっしゃるっていう光源氏様をこの機会に拝見でもしませんか、私のような出家をした僧侶でもあの方のお姿を見ると世間の辛さを忘れ寿命が伸びるような気持ちがしますよ、さあご挨拶にでも伺ってみようと言ってその場を立つんだね。そしてそれを見ていた光源氏も、さあそろそろ帰ろうかと言って北山のお寺の方に帰っていくんだね。さあ帰り道、源氏は、いやーそれにしてもあの子めちゃめちゃ可愛かったな、これだから女好きな男っていうのはこういったお忍び歩きばっかりやって思いがけない人に出会ってんだな。ほらこうやってさ、自分みたいにたまーに出かけたのに思いがけない子に出会っちゃうんだから面白いよな。それにしてもあの子本当に可愛かった。一体誰なんだろう、藤壺様の代わりにそばで眺めていたいもんだよなーなんていう感じで、若紫のことを深く思う気持ちがここでだんだん芽生えてきちゃったんだね。さあいかがでしたでしょうか。この場面ね、よく勘違いされがちなのが、源氏はロリコンだっていうことなんだけど、そうじゃなくて源氏には子供の頃に亡くなってしまった
愛すべき母である桐壺の行為がいて、その人によく似た藤壺がいて、でさらによく似た藤壺の姪である若紫に出会って心惹かれてくっていう話だね。こうしてみるとさ、巡り巡って藤壺や若紫に対しては源氏が幼い頃の母の面影を感じてたのかもしれないよね。はい、ということでこのチャンネルではこんな風に高校の古典で扱う作品のざっくりとした解説やテスト対策用の動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録そして高評価をよろしくお願いします。それと古文単語の意味や過去の動画の検索に使える公式 LINE もありますので、ぜひそちらも概要欄から登録してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。